ママ徳元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい居酒屋シャミス、子ども服子ども用品専門のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、顧客満足度ナンバーワン学研教室の提供でお届けします。おはようございます。ブケー、今週も始まりましたママ徳元気ラジオ。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラーの堀江里美です。はい、今日も雨ですね。昨日はなんかね、雨すごかったですよね。特にね、昼の雨、雷もそうだったんですけど、急にね、なんか突風が吹いて、その時ちょうど学研教室やってる途中だったんですよ。子どもたちもギョーってなって、なんか風の音がビュービュー聞こえるし、なんか台風とかって騒ぎ出したんですけれどもね、なんかすごかったですね。でも情報によると、なんかニュースとかでね、今週末には梅雨明けかもみたいなね、いう話も出てますが、その前にね、前半梅雨入りしてからちょっと雨が少なかったかなと思ったんですが、帳尻合わせに今ね、昨日とかね、今日とかね、たくさん降るのかなとか思います。で、洗濯物とかね、ママは大変だと思うんですけれども、うちももうすごいです。室内干しね、次から次に干して入れ替えて、でなんとかね、頑張ってますが、雨だとね、まあ、いいこともありますね。なんかね、こう、庭のね、草木に曲もなんか戻りましたね、はい、庭のね、お花とかにね、水をあげなくてももう雨降ってるのでね、こうお花がすごい鮮やかに喜んで咲いてくれたりとかねしますね。やっぱり沖縄はいつもね、雨、夏はね、こう水不足とかね心配されるんですけれども、ダムもね、この前キンダムのところ通ったんですけど、水いっぱいでしたね。でどんどん溢れてて、ああ恵みの雨だなとか思いつつなんかね、やったんですが、うちの子供、サッカー少年は雨に濡れてプレーしたせいか、昨日から熱出して今日はね、学校休んでますけれども、体調管理も気をつけましょうね。雨に濡れてそのままじゃなくてね、こうまたのこうクーラーガンガンの中で寝たりとかしないでね、なんか調整しながら、体調管理、自己管理気をつけましょうね。ではこの辺でね、お待ちかね、美咲ちゃんね、アシスタントマン奥出来美咲さんにもね、参加してもらいたいと思います。美咲ちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今日はね、今日は、はい、美子も一緒です。ね、美子も一緒ですね。はい、なんかね、はい、雨の中ね、早起きして来ました。はい、ありがとうございます。今ね、雨のお話で、私最近畑行ってないんですけれど、畑に行ったら多分とっても雑草も野菜たちも伸びてると思います。ね、そう、雨が続いた後に行くともうジャングルになってますね。そうだよね。そう、早いですよ。うちの向かいに空き地があるんだけど、うん、はい、空き地っていうかさ、一応整地っていうか、こうね、空き地をこう、うん、畑に再現してるんだけど、すごいですね、いいですね。そのお隣の人がね、はいはいはい、その持ち主が、はい、だけど雨が降って、はい、その後やっぱりジャングルになってるわけね、今。そうですよね。沖縄ってすごいよね、なんかちょっと、ね、雨降ると、うん、もうあっという間にこう、草木が伸びてね、本当に喜んでますよね、草木たちがね。なんか今アジサイがとても綺麗ですって。そうだね、アジサイね、アジサイ綺麗ですね、はい、全教室でコメントいただいてますよ。ありがとうございます。本当アジサイね、うちの庭のアジサイももう長く咲いてますね。ずっと咲いてるんですか。何色のアジサイです。うちは、ね、白なんだけど、はいはい、おばあちゃんがね、ここにはいろいろやっててくれて、はい、いいですね、白いアジサイ。長く楽しめてね、こうやっぱりアジサイ、やっぱり雨が降るとね、すごい、喜んでる。綺麗ですよね。で、あとね、庭に咲いなってるのが、はい、酸っぱいの何だったっけ。あ、ベゴニア。ベゴニアじゃなくてね、ミ酸っぱい、アセロラ。アセロラ、うん、木ね。そうそう、アセロラも、はいはい、なんかね、こう
おばあちゃんがちょっと枝もらってきて挿し木したのがもうね、はい、こう大きくなってるんですけど、あ、すごい、あの雨降るとこのオレンジとか、はい、なんかちょっと黄色っぽい実がね、はい、なんかこうプルンってキレイみたい なんかとっても可愛くなってて、ね、はいはい、ね、CM みたいですね、うん、いい感じよ、やっぱりね雨が降ると植物喜ぶね。そうですよね、果実とかも水が、うん、ね、弾けてな、水がついてるのなんか本当にもう美味しそう、ね、みずみずしくって美味しそうですよ ね、うん、うね、雨は大事なんですよ、大事だよね。私もあの雨嫌だなとかね、うん、化粧よく崩れるしとか、うん、髪の毛せっかくセットしてるのになんかね、うん、もう乱れるしとか、やっぱそういう都会だけに生きてたらそういうそういう見方になってくるんだと思うんだけれども、うん、今自然の方にね、うん、シフトチェンジしているから、ね、あ、雨降っている、よかった、水あげなくていいし、ね、本当畑とかやってる人は特にね、うん、そうそう、あのやっぱりねありがたいですよ。そうだよね、雨が少なかったからどうなっちゃうんだろうって思ってて、うん、すごい心配してたので。本当だね。でも今台風がないですよね。ね、不思議だね、今年は台風まだ来てませんね。ね、うん、どうなるでしょうね、大変じゃないかなとか、逆になんか、うん、心配なんですけどね、来たら来たで、ね、あ、台風だとか、あの畑どうしようとか、うん、またその時はね、なるんだけれども、うん、やっぱね、でもまあね、必要ですよね、台風も。そうだよね、普通に来るべきものが来てくれた方が安心かもしれないし、うん、まあでも今のうちにいろいろとね、あの、まあ、備え、普段からの備えとかも考えておく必要もあるね。あのうちのね、はい、中3の、あの女の子が昨日言ってたんだけど、はい、あのお母さん防災グッズちゃんと整えてる？えらいですね。食料とかあるみたいな、急にあの中学生のうちからそういうことをちゃんと考えて、ね、なんかふと思ったみたいね、はい、そうだね、うん、あの確かにね、東北大震災の後にはちょっとね、はい、そういうものを揃えたりとかね、はいはい、した時期もあるんだけど、あの食料とか持ち出しの食料とかってやっぱりずっと置けるわけなくて、ね、定期的にこう交換しないといけないですよね。だから確かにリュックあったと思うんだけど、その、はい、防災グッズの防災リュックがね、はいはい、中身ね全然確かめてないし、どこに行ったかもわからないしね、はい、もう改めてこの、そしたら防災、ね、何かあった時に取って逃げれないですね。そう、防災にならないから、ね、ならないから改めてこの娘の一言で、ああじゃあちゃんとね、はい、あの用意しとくからねっていう風な感じの会話をねしたばっかりなんですが、何もない時だからこそね、こうもうね、ちゃんと備えておく必要があります ね、 そうですよね。少しでも意識があればね、うん、あのその娘さんの言葉によって意識することができて、うん、ね、ね、何かの時に、うん、そう、逃げた時の集合場所とかもね、うん、いろいろ決めてるんですけど、あの熊本とかあの九州、昨日もねまたね、あの、はい、まあ、余震とかありましたが、まあ、未だにあ、ね、あのね、余震がね毎日毎日続いてるんですよね、うん、でなんか液状化とかね、うん、そうですよね、いろいろ今今朝のニュースでもやってたんですけれども、ある日突然変わっちゃいますよ ね、今まで普通に生きていた生活がね、うん、だからあの本当こう一時だけね注目するんではなくって、はい、その後もねいろいろとこうしっかりと見守りながら自分たちができること、はい、まあ、その被災地の方に対してできることももちろんだけど、うん、はいはい、自分たち自身も人事じゃなくって ね、いつ自分が被災者になるかわからないですしね、そうそうそう、うん、何かあった時のための備えっていうのもやっぱ大切だよね、うん、で今なんかそこまでね、うん、テレビでも話題にならないんですけど、うん、なんかまだねやっぱり瓦礫の山というか、そう、状態は変わってないんですよね、益城、ね、町、うん、いろいろとね、うん、まだまだのところがいっぱいだし、うん、あのもう本当にこうもっともっと見てみると、うん、東北の方とかも ね、まだまだ復興途中だよね、はい、多分ね、うん、だからそういうのも本当忘れずに長期的にね、はい、見ていくっていうのをやりたいですね、うん、意識していきたいですね。はい、ではですね、このママ徳元気ラジオ、この番組はママはもちろんママじゃなくても心も体もお財布も、聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報やお得な情報、あなたの近況、最近の良かったこと、嬉しかったこと、また番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmkinoban.comまた FM キノワンではユーストリームで動画を配信しています。あのサイマルラジオもね聞けますので、 FM キノワンのホームページにちょっとね見てくださいね。でラジオの聞かない地域のお友達にも教えてあげてください。で今日はね、あの先週に引き続きみさきちゃんの、そうですよね、覚えなかったね、先週ね、はい、先週間違えてきちゃったんですけどね、2人とも間違ってて
私第2、うん、第2火曜日なのに、そう第2火曜日の担当が美咲ちゃんで、そうなんですよね、第1なのにお互いね、えりみさんも私も間違えてて、えりみさんも私来るもんだと思ってくれて、ね、ありがとうございます、うん、ね、先週も来てくれて、今週もまた来てくれて、はい、ありがとうございます。お得ですね、間違えることもお得です ね、 ね、そうですね、お得な情報を先週間違えたおかげで聞けましたね。で、はいはい、先週ね、はい、聞いた、何だったっけ、あれは内職じゃなくて、あ、はいはい、インターネットでこう、はいはい、クラウド、クラウドファンディングじゃなくて、なんだっけ、何だったっけな、クラウドソーシング、そう、クラウドソーシング、そうです、うん、クラウドソーシング、そうです、なんかこうね、はい、インターネットでいろいろとこう、ね、インターネット上でね、クラウドソーシングっていうの検索してみると出てくるんだけど、自分ができることをやって、はい、そうですね、こう収入にもつながる、はい、ブログを書いたりとか、覆面調査官だとか、ね、アンケートに答えるだとか、ね、そう、アンケートに答えるだけでもなんかお小遣いもらえる、うん、それってなんか気軽でいいよね、いいですよね、うん、あとモニターとかも、うんうん、あ、そうかそうか、モニターね、はい、化粧品のモニターとか、なんかこの感想をね、書いたりとか、ね、うん、もらえるのはね、そんな、お金はそんなもらえないけれども、うん、商品もらえるから、ね、すごいお得だよね、本当だよね、はい、うん、そんな感じでいろいろとね、はいはい、ママの、いろいろスタイルに合わせてね、お得なことができるのがクラウドソーシングっていうのがありますね、調べてみてくださいね、はい、またたくさんあります、まあでもね、内容いろんなねところがあると思うので、はい、しっかりと調べてみて、はい、あくまでもこうね、やってみるのは自分の判断になると思いますので、うん、安心できるところで試してみてください、はい、で安心できるところって言ったらね、まあ、沖縄のね、はい、スタンドアップっていうね、ところがやっているこのクラウドソーシングみたいなね、こうアンケートに答えてとかでモニターとかね、そういうのもねありましたの で、 いいですよね、調べてみるといいと思います、はいはい、では今日はね、どんなお得な話題聞けますか。お得な話題というか、うん、ね、最近は うちの娘がね、うん、まだ今1歳5ヶ月なんですけど、はいはい、1歳ぐらいから、うん、もう歯がね、すごいもう6ヶ月ぐらいから生えてて、うん、もうほとんど生え揃ってるんですね。そしたらあっという間にも虫歯になってしまって、歯磨きしていたのに虫歯になってしまって、うん、歯医者さんに行ったんだけれども、ひみこちゃんが、そう、ひみこがです、1歳、そうなんだ、前歯がね、もう欠けてしまってて、うん、すぐに歯医者に行ったんだけれども、この年では何もできないってフッ素を塗ってもらうだけだったんですよ、うん、だけどもいっぱい調べて、そしたらいいところ見つけて、はいはいはい、母から沖縄市まで通ってるんですけど、あ、そうなんだ、そう、そこの歯医者さんは3回ぐらいは予防プログラムっていうのをやって、うん、それから治療に入る、うん、でこういうことありますよって、大丈夫ですよって安心させてくれて、で今までの事例とか全部多分写真撮るんでしょうね、卑弥呼もね、うん、あそこお医者さんが9人ぐらいいるので、うん、でアシスタントというかこう 助手さんとかもいっぱいいるので、うん、5、6人ぐらい、私も合わせて5、6人ぐらいに抑えられて歯の口の中を写真撮ったんですけれども、うん、はい、そうやって撮った子たちの写真とかも見てたら、うん、いるんですよね、前歯が欠けていくの、で哺乳瓶使ってる子が多いみたい、哺乳瓶使ったままミルク飲んだの、そう、うん、眠るから上唇でパックされて、うん、それで虫歯になっちゃうんだって、ずっとこう触れてる感じなんだね、そうそうそう、うん、で私はうちはね母乳なんですけれども、うん、やっぱり同じような状況だったらしくって、うん、歯を磨いていてもおっぱいあげたままそのまま寝ちゃったりすることで、そうかそうかそうか、となっちゃうんだって、うん、そういや歯がもともと強い子もいるけど弱い子もいて、うん、そうなることもあるんだよって、もう安心ですよね、私の何がいけたかったんだろうって、う、ね、すごいもう自暴自棄というか、うん、どうしようってごめんねってこんなちっちゃいのに虫歯にならせてしまってって思ってたんだけれども、うんうん、そういろんな事例で安心させてくれて、ね、でこれからならないようなこう、うん、プログラム訓練というかいろいろ指導を受けて、うん、で次行ってからもちゃんと治療に入っていくらしいんですけれども、うん、他ではなんか真っ黒になる薬を塗られてしまうところとかもあるし、うん、いろんなところを調べたんですけど、はい、そういうところもあるから、あ、ちゃんと、あ、そういう一切こんなちっちゃくても治療してくれる歯医者さんがあるんですよ、悩んでるママとかにはお得な情報だなって思って、うん、そうね、安心できる歯医者さんだね、はい、そうですね、うん、一応私が言ってるのは千葉の方の、うん、なんていうところですか、竹島歯科という、竹島歯科、沖縄市千葉の竹島歯科、はい、
そちらの方に今はね、那覇から通わせていただいてるんですけれども、まあ、那覇からでもね、ちゃんと対応してね、安心させてくれるところって行きたいよね。そうですね、子ども専門のところとかも那覇にあって、そこに行ってたんだけれども、まだちっちゃいからもうやっぱりあのもうちょっと大きくなってからだねって言われてて、もうどうしようって思ってたんですね。もう神経まで行っちゃったらどうしようと思って。そうだよね、大事にかわいそうって思って、本当にさっきね言ってたけど、自分を責めちゃうよね、ママね、はい、でも、うん、あのこんな風なじ、ねま、あの自分だけじゃなくって、はいはい、あのこの風に、ね、なる子も結構いるんだよとかっていうの聞くと、うん、それでも、ね、安心できるし、うん、そうですね、責めるんじゃなくってこれからどうしようって気持ちになるよね、はい、なんかもう調べてたら怒られたっていう話とかね、あそうかそうか、お母さんがちゃんとしないからっていうような、やっぱ親の責任だよ、うん、子供の、あるある、ねね、虫歯はっていうような話をいっぱい聞いたり耳に目にしたりとかしてたから、はあ、どうしようってなってたんですよね、うんうん、でやっぱり先生たちにねちゃんとそうやって言っていただいたら安心しますね。そうだね、うん、これからどうしていこうかっていうことをね話してくれたので、そうだよね、これママもやっぱりさ、うん、自分でもともと自分責めてるじゃない、それなのに、うん、あのこうちゃんとね病院連れてった時に、ね、歯医者に限らずね、あのママの責任でっていうふうに責められちゃうと、うん、余計しゅんってね、どうしようってなっちゃいますね、ね、うん、それよりもまあもう重々自分の責任って分かってるんだから、うん、ね、だからあのこうそこにね病院に行ったらそういう話じゃなくって前向きになれるようなね、うん、安心できるような、そう、ありがたいです、そんなふうに持ってってくれると、あのママも通いやすいよね、はい、連れていくのがね、もうそうやって言っていただいたから、うん、1時間ぐらいかかるんですけど家から、あそれでもいいいいよね思いましたね。そうかそうか、はい、でじゃあ美咲ちゃんはねそういうふうにね調べて自分にね、はい、合うね、うん、歯医者さん見つけることができたんだけども、うん、各地にでもきっとあるんでしょうね、もしかしたらね、うん、あるね、探せばあると思います、うん、でそうそう、情報って自分が求めてる情報をこんな情報を探していますっていうのをあの自覚しっかり持つと、はい、あの結構こう調べやすかったり、うんうん、またそういう情報を教えてくれる人がいたりとかね、はい、あのやっぱりこのアンテナをしっかり立てることだね、なんとなく困ってるけどなんとなくみたいに過ごしてるとなかなか入ってこないけど、うん、ちゃんと意識していたら入ってきますよ ね、 そうそうそうすね、キャッチしますねアンテナで、うんうん、そうだね、うん、で、あのじゃあちょっとねこの辺で曲に行ってから、はい、ね、またあっちゃんの歌ですね、はい、はい、ではあっちゃんのこの歌歌ってみましょうよ。
この歌歌いましょう。元気は自分で作るんだ。言葉が体を作るんだ。プラスの言葉を紡いでさ、神様味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。ちゃんの歌も聞いてもらいましたが、はい、マムズマート、そういえばね、マムズマートもお得な、お得ですよね、うん、制服とかも今あるみたいですね。そうやってますね。あとね、うん、今ねあのレンタルスタジオやってますね。上の方でレンタルスタジオですよね。そうそうそう、3階かな、あのスペース、はいはい、あの広い綺麗なスペースがあって、はい、今のベビーダンスとか、ベビーダンス、うん、ベビーダンスとかまたね、ママヨガとか、ベリーじゃなくてベビーなんですか。ベビーダンス、そう、ベビーを抱っこして、はいはい、そのままなんかママたちがダンスする、はい、ダンスする、ベビーも一緒にダンスする、うん、はいはい、今なんか流行ってるみたいで、その、定期的な、ね、開催とかヨガ、ね、とか、はい、いろいろとやってますね。で他にも、気軽にこう借りれるみたいなので、クービックって予約システムが出てたんで、はいはい、そこで、マムズマートのレンタルスペースを予約ってやったら出てくるみたい、うん、で分からなかったら直接電話してもいいと思うんだけれども、はい、そういうお教室みたいにやりたい方とか、あとは個人的にも、ね、借りられるんだって、一人でも借りられるんだって、だから何かをやりたい時には、そう、例えばね、うん、余興の練習とか、いいですね、うん、沖縄絶対ありますね。余興練習って場所ね選ぶんだけど、はい、うんうん、そういう余興の練習なんかも気軽にねできるし、鏡もちゃんとあるので、はい、あ、じゃあ、ね、ちゃんとダンスとかも、そうそう、でまたいいで、ね、セミナーとかね、こう勉強会、はいはい、ママたちだけの勉強会とかやりたい時とかでも、うん、今度はカーテン、鏡が気になる方はカーテン閉めちゃえば OK だし、うんうん、プロジェクターとかも揃ってて、設備的にはすごいいいのね、で広さも十分だし、ね、まあママに限らず、なんかそういうねレンタルスペース探してる方とかね、お得ですね。はい、料金もお得なの、調べてみて。あらあらあら。あとね、こう行くじゃない、こうママたちで、うん、例えば旅行の練習も行くじゃない、はいはい、そしたら帰りにね、そのままマムズマートでいろいろ商品見て、また余計にね楽しくなってみたいな、ね、ダブルでお得ですね。そうそうそう、そんな感じで、うん、すごいねこう有意義にねいろいろと時間過ごせると思うので、はい、ぜひね、こう場所で、ね、どっかねいい場所ないかしらって探してるあなた、ね、マムズマートにお問い合わせください。はい。ね、マムズマートね、こうブログとかやってるので、ブログもチェックですよ、要チェック。毎日毎日ブログ更新してて、旬の話題、お得な情報が毎日毎日更新されてます。はい、新しい商品とかも載ってます。そう。でね、本当に格安で、はい、こう数が限られてるものとかあったりするじゃない、はいはい、そういうものもブログをチェックすると、こんなのありますよ、見落としなくって、ね、はい、ね、本当にこうお得にね、手に入りますので、うんうんうん、マムズマートのブログも要チェックですよ。チェックですね。マムズマートで検索したら出てきますね。そう、マムズマートの発信と新ストアって入れると、はい、ブログとかね、Facebook ページとかね、いろいろ出てきますので、チェックしてみてください。はい。はい、あっという間の時間ですね。はい。で、じゃあ、このね、今週もね、これで締めくくりたいと思います。はい、来週はね、レナさんがね、多分来てくれると思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、みさきさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい。ではまたね、あっちゃんの歌で締めくくりたいと思います。
はい、この番組の提供は合わせ小学校前おいしい雑貨シャムス、子ども服、子ども用品、そして制服のリューサウンドアウトレットのお店マムスマートの発信都心ストア、そして学研教室の提供でお届けしました。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバイできたね。上手。よいしょ。上手だったね、ひみ。ちゃんともう最後にはサービスして。バイバーイ。よいしょ。